どうも、トモハッピーです。あと、エイノアです。はい、今日はね、ハレルヤコンバット出張編ということで、今日もね、カードショップセラさんにお邪魔してます。というわけで、エイホーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日やっていくのはね、僕、トモハッピーのチャンネルの方では何回かやってるんですけど、ヴィンテージ体験お願いします。はい、お願いします。今までの戦績どうでしたっけ？1勝1敗ですよね。確かそう。だから、ある意味ね、今回が勝ち越しを決める対戦ということで、僕の方はね、新しい最近のカードをなるべく使えるデッキを持ってきました。エイホーさんはどんな感じですか？いつもと変わりないです。いつも通りのもう使い慣れたデッキで、というわけで、今日はどんな勝負になるのか早速行ってみたいと思います。エイホーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今日です。はい、7 10 先生。はい、はい、お願いします。僕はモリガンで、まだダメだ。はい、じゃあお互いワンモリガンでチェックお願いします。これを戻します。キープで、はい、こっちもキープで、これを戻します。はい、お願いします。はい、ナベーシャ、はい、OK です。ドローします。企画者派の調査18、アカデミー3冠、やばいですね。3冠、 OK、 ドローします。アンダグラウンシーからお手ご1枚下でドローします。で、終了です。はい、リストランテ、はい、はい、強配、はい、19、あ、17、ドローします。綺麗なシャーマン終わりです。カード出ちゃうんだよな。はい、すごい。はい、両方、はい、閉じます。よろしくお願いします。カーンってあれですよね、1マナでクリーチャーをファーザーフェスマナコスト分のクリーチャーのセット、パーフェクトをマナコスト分のクリーチャーのセット、モックスとか潰せたりとかして、戻して今度はあシャッフルします。終わりです。
はい、どうすか、どうします、4、やば、はい、進みました、ありがとうございました。ゲーム2、成功。チェックします、はい、間に合った、終わりだぜ、はい、チェックです、お互いワンマリガンです、キープします、キープします、キープしてこれ下で、そしていいね、これで仕切れ、オックスジェット小屋置いて終わりです、はい、はい、はい、そうなんです、そうです、はい、クロスマン、アクション、はい、1、2、3、はい、1です、はい、はい、どうぞ、はい、スローします、スローします、スローします、じゃあ6枚インファーナルレコニックで成功します、対象の無職のクリーチャーを追放して自分はパワーブルを回復します、はい、終わりです、はい、また今回のままランクアップして、どうぞ、終わりです、リジェクション、無職の呪文をつけそうです、はい、楽しみます、メテオゴーレム入るんですか、対象の土地でパワーに入る、入れた、初めて使われた、いや、そうないです、春章の魔導士でリジェクション対象にします、で、今そちらの不毛大地追放してもう1万払って打ち消します、出たら出たで回答が倒します、タックします、
ちょっと待って、まだ話せなかった俺。はい、私はポンでした。はい。これで追放で3マナとポッチ6枚追放してディグスルータイムで7枚で7枚見て2枚手札に変えます。下に置きます。あれ、クロスします。タックします。はい、ロックしたい。はい、タックします。はい、タックします。エンドに活性の力を追加して活性の力1マナ追加しで、はい、体を返します。いや、あっちも、終わりです。地獄。バリスタ溜まる。はい、どうぞ。はい、ドロー。スタート。これです。おお、美味しいね。はい、1マナ余ってるので、むしろブリーチャーして、はい、はい、なので11ドロー負けました。はい、ということで結果はエホさんの勝利でした。ザ・ヴィンテージって感じのね、もうやばすぎ。1ターン目なんだろう、本気はもう一番やばいですよね。一番やばい。ワークショー引けないとか関係なかった。3回やってワークショップゼロです。関係なかったです。やばすぎました。先手のね、極東デッキは本当に強いですね。あのメテオゴーレムってどうなんですか。メ
使われてるんですか。使われてるかどうかわからない。わかんない。あのカードと、はい、あとイシュサーのコンボで、はい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 、あの2つが唯一どんなパーマネントにもアーティファクトから触れる。そうですね、はいはい、ワークショップがあると7マナって意外と出せる。試しでちょっと使ってみよう。保険みたいな感じですね。そう、何の保険にもなるんですよ、うん、どんなパーマネントに応対するのかっていうのは。例えばこのデッキ普通に戦ったらオースデッキなんかはきついんですけど、はい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 、ワークショップから動ければオース置かれました、次オース起動しちゃいますとかっていう時でも、はいはい、7マナでオース壊せますっていう歌だけでも来ましたね。かなりマニアックなカードいきなり来たと思って、リミテッドではねみんな使ったと思うんですけど、はい、そんな感じでね、ヴィンテージ、なんか僕の方はね、結構新しいカード入ってて、はい、この辺、入ってました、最近のカードと。これ、驚きました、これ、これね、この最近、ちょっと最近ですね。それは、はい、なるほどって思いました。まあ、除去 0.1 を収賞で回収できてみたいな感じですね。そんな感じでね、ヴィンテージもなんかいろいろとね、新しいカードも案外絡んできたりするんで気を抜けないですよね、うん、って感じでヴィンテージやってきました。今ね、1-2で巻き越しちゃってるんで、またチャレンジしたいと思います。はい、というわけでこの動画がとても面白かったっていう方はぜひね、チャンネル登録とかコメントなどお願いします。お願いします。レオホーさんのショップ、このショップのセラさんもぜひご注目よろしくお願いします。お願いします。というわけで今日はハレルヤコンバット、僕ともハッピーと加藤レインフォーでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Magic.